八神。ああどうも先生、なんか俺に話があるとか。まあそっちの人からな。泉田検事、お前んとこの探偵事務所は監視がべったり張り付いてる。ここだともう少し緩いんでな。またなんか悪い話か。いきなりご挨拶だな。いや、いい話だよ。たまにはそう来ねえとな。一ノ瀬が裁判に出てくる。説得できたんだな。問題なかったか。ああ、大丈夫だった。アドデック9の解説をこの私に。ええ、今度の裁判でぜひ。裁判というと神室町の例の弁護士殺しですか。殺された新谷弁護士は事件前、庄野先生宛に電話をかけていました。とはいえ電話は事件と全く無関係と思われます。神室町の殺人事件に庄野先生やアドデック9が絡んでるだなんて。馬鹿げてますね。まったくです。ただ電話をかけている事実がある以上、法廷ではなぜ無関係なのかを丁寧に説明する必要があるんです。なんと。心配ありません。電話の件など触れるまでもなく、アドデック9こそ世界が求める新薬であり、庄野さんら研究者はその開発のために大変な努力をされておられるというお話さえしていただければ、それでみな納得します。なるほどね。でも私は研究者じゃないので、専門的な説明はちょっと。専門的という意味では直接庄野先生にお願いする手もあります。でも研究者というのは説明が難解すぎます。裁判員に理解できるかどうか。ですのでここはできれば一ノ瀬さんにお願いいたしたく。まあ確かにこんなことで先生方の時間は割けませんしね。結構お引き受けします。日程が決まったら厚労省までお伝えください。ありがとうございます。失礼、もう次があるものですから。うまいなあんた。一ノ瀬が断ったら庄野を法廷に立たせるような言い方だ。だろ。一ノ瀬にしてみりゃ法廷で庄野にボロを出させるのは避けたい。他人任せにはできねえわけか。泉田検事はお手柄だったな。なかなか悪知恵が働く。うん、悪知恵？冗談だよ。感謝してるって。おかげで一ノ瀬を舞台に引っ張り出すことはできた。あとは手持ちの札でどうやつを追い詰められるかだけど。松金組の羽村はどうなった？あいつに証言させられないのか。どこかに消えたままだよ。おやつさんの葬式にも来てなかった。当たり前だ。どの面下げてくるんだよ。それよりいっそ黒岩とっ捕まえて自分がモグラだって自白させるか。またボコボコにされますよ。この前はちょっと油断してただけだ。やめろよ二人とも。おい、なんだよ。せっかく一ノ瀬が出てくんのに、そっから先のアイデアはなしか。手ぶらで勝てる相手じゃないぞ。真冬からだ。どうした？綾部刑事のカジノガサ入れされてる。ラマンに今か。うん、さっき始まったところ。森田検事生のお膳立てよ。もう何人も逮捕されてる。なるほど。これで綾部の心象は最悪だ。裏カジノを仕切る悪徳警官は人殺しもやりかねないってか。検事生はさすがに痛いとこついてくるわね。ああ、
一応お知らせまで。でどう矢神くん、裁判は勝てそう？ベストを尽くすだけだよ。各方面から助けも来てる。真冬も連絡ありがとうな。うん、それじゃ。検事生がカムロ町に来てる。綾部のカジノを摘発してるって。なら俺はもう退散した方がいいな。ここには来ないよ。いや、用心に越したことはない。カジノのガサ入れってことは当然黒岩も一緒だろうな。俺らはどうすんだ、タボ。検事生が直々のお出ましだ。向こうの過去の事情も聞いたわけだし、一言挨拶しとこうか。大丈夫なのか？半端な相手じゃねえんだぞ。少し様子を見てくるだけですから。行くぞ、ターボ。綾部刑事の弁護人だ。いや、弁護士だからって入れませんよ。ご苦労様。彼なら大丈夫。私が責任を持ちます。検事生が？どうも。八神さんはここの仕掛けご存知だったんでしょ？地下に闇カジノが隠されていました。へえ、そうだったんですか。ふん。綾部は大それた真似をしたものです。闇カジノから賄賂を取って摘発を見送ってやるなんて。おまけに警察の内部情報も裏社会に流していた。おそらく新谷弁護士はそういった秘密を知ってしまったんでしょうね。だから綾部はその口を塞ぐために撃ってしまった。突発的に警察の銃で。なるほど。検察はそういうストーリーでいきたいわけですね。まあ、込み入った話は奥でしましょうか。あんたのこと調べましたよ、森田検事生。10年前、ご家族に不幸があったようですね。誰かが告げ口でもしたかな。ついこの間までずっとあんたを信じてた誰かがね。庄野のラボであんたの対応は異常だったよ。法の番人たる検察官が法よりもアドデック9を第一としてた。ここに来てだんまりはやめましょうよ。私の母は若年性のアルツハイマーだった。進行が早くてね。発病してから母はあっという間に私の顔も名前も忘れてしまった。私を見るたびに初めましてと言ってね。
そして時には泥棒だの人殺しだの罵声を浴びせることもあった。症状が悪化していく母は見ているだけで辛かった。だが兄はその母を長い間ずっと介護し続けた。たった一人で。兄も私も若い頃から法律家を志してた。兄は毎日がむしゃらに勉強していた。私よりもずっと努力してたよ。でも結果は司法試験に受かることはなかった。なので私が一発で受かった時はさすがに心苦しかったな。でも兄は自分のことのように喜んでくれた。兄はいつも優しかった。続けてください。母の病が発覚した時も兄は母の体を心から心配していた。でも私の頭の中は葛藤でいっぱいだった。母の介護をすべきだという気持ちと法律家としてのキャリアを終わらせたくないという葛藤でね。そんな私を察して兄は私にこう言った。母のことは心配するな。お前は偉くなって自分が果たせなかった夢を叶えてほしい。それで自分は十分だとね。そして兄は24時間7年もの間自分を息子とさえわからない母のために介護を続けていた。私はその役目から逃げ続けた。いずれ何か破綻が起きると心のどこかで気づいていたはずなのにだ。あんたはその後悔からアドデック9のために一肌脱いだ。いつからだ？新谷弁護士が殺害された後、私は一ノ瀬事務次官から直々に腹を割って話がしたいと呼ばれた。一ノ瀬が？直接？なぜ？一ノ瀬さんはいずれ我々検察がアドデック9の闇にたどり着くと予測した。そしていろいろ調べるうち私にアルツハイマーに家族を奪われた過去があったと知った。それで一ノ瀬さんは私を話せばわかる人間と判断した。彼の提案は明快だった。アドデック9は病に苦しむ患者とその家族、多くの人々を救う新薬だが、それを世に出すためほんの少し目をつぶってほしいことがあると。なあ、あんたこんな言葉知ってるか？ん？火は鉄を試し、誘惑は正しき人を試す。もし何かの犠牲と引き換えに不老不死の薬ができるなんて言われたら、あんたは多分何万人死んでも目つぶってんだろうな。私にも罪悪感はある。だからここまで君らに付き合った。正野は人体実験を隠蔽するために寺沢恵美を殺した。あの子が一体何をした？その罪を着せられて大久保新平は死刑を待ってる。いつ殺されるかわからない日を3年も送ってきた。でも彼が何をした？あんたの罪悪感は口だけだよ。自分が何してるか分かってんのか？黙れ。あんたの兄さんが果たしたかった夢ってのはそんなことだったのか？え？
検事生、もう黙れ黙れ。俺を黙らしたきゃまた殺すしかないな。俺は大久保君と綾部の弁護人なんだ。恵美ちゃんの無念を晴らすためにも黙るわけにはいかねえんだよ。タボ、黒岩だ。もういいんじゃないですか、検事生。この間はどう思う？もうピンピンしてんだな。手加減しすぎた。やろう。また二人がかりでかかってくるか。今度は八神と。何しに来た？あんたは目つぶっててください。得意でしょ。海藤さん、手出さないでくれる？なんだと？今度は俺の番だろう。こいつはおやっさんの仇だ。俺だって今までずっと我慢してきたんだ。いいね、かかってこいよ。安心しろ、攻防なんて野暮言わねえから。何が攻防だよ。お前は警官じゃねえ、ただの殺し屋だろうが。Ha!
冷静になれ。こんな状況でどうもみ消す。私がかばえることにも限度があるんだ。もうここに用はないだろう。行こう、海藤さん。心配だったんだろ。アドデック9にターボが消されんじゃねえかってよ。え？おい、いたぞ。おう、引き上がるぞ。星野君、八神さんが剣侍星や黒岩と対決に行ったって、そう聞いて。じゃあここに東たち呼んでくれたのは。僕です。出ないと敵はどんな汚い手だって使ってきますから、八神さんと違って。変に気使うなよ。木戸の前では本当にすみませんでした。どうかしてました。やっぱり僕はまだまだです。本当にすみません。証人が怯えているのに脅して証言させようなんて、いくら勝つためでもそんなの許されるわけが。知ってるかな、星野君。はい。島鉄を試し、誘惑は正しき人を試すだ。は？
この記事、服部が書いたのか？うん、今日の後半に間に合わせたってよ。カムロ町で秘密の人体実験か。認知症新薬アドデック9。記事のこの写真って、この間蝶野のラボで僕が撮ったやつだよ。なるほど。そろそろ時間だ。被告人は名前と生年月日をお願いします。綾部和也です。生年月日は昭和58年7月2日。次に本籍と現住所をお願いします。カムロ町弁護士殺害事件第1回公判、被害者は新谷正道、そして被告人は綾部和也。新谷の遺体から出た弾には綾部の銃の線条痕が刻まれていた。綾部の犯行を示す最大の証拠だ。でもそれはモグラこと黒岩たちが仕組んだ偽装工作。綾部は白だ。つまりこの場で行われている法廷劇ははっきり茶番と言っていい。そう、今この瞬間までは。続いて本件と創薬センターとの関連を否定するにあたって検察側証人を尋問いたします。厚生労働省事務次官一ノ瀬薫さんを。医療システム産業開発機構の中にあって創薬センターは非常に大きなウェイトを占めています。特に去年発表されたアドテック9の開発については、木戸センター長主導のもと日本の国家戦略の一つにまでなっています。アドテック9というのは、アルツハイマー病の根治を目的とした画期的な新薬です。政府は認知症患者の増大を喫緊の課題と考え、アドテック9に大きな